ホノルルはアメリカ海軍のロサンゼルス救原子力潜水艦の31番艦。艦名はハワイ州ホノルルにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはブルックリン休憩巡洋艦7番艦以来3隻目。ホノルルは1977年9月15日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に建造発注され、 1981年11月10日に寄港した。1983年9月24日にジョーン・ B ・クラーク夫人によって命名浸水し、1985年7月6日に艦長ロバート・ M ・ミッチェル大佐の指揮下収益する。ホノルルの艦尾水平蛇は独立した油圧装置によりそれぞれ作動する。 この機構により一方の動作不良により潜水不能となることを防ぐことができる。ホノルルの乗組員は紹介任務の記念としてその都度サーフボードにサインを行う。10回の紹介が行われ、10枚のサーフボードにサインが行われた。最近の3枚は館内に積み込まれ、7枚は真珠湾に保管されている。2006年4月15日、ホノルルは母校を 真珠湾から変更することとなり、議任の記念式典が行われた。式典では、ダニエル・イ上上院議員、ジェームズ・アイオナハワイ州副知事、太平洋艦隊司令官、ゲイリー・ラフヘッド大将、前ホノルル艦長ジョナサン・グリナート少将が演説を行った。ホノルルは2006年5月初旬に、最後の紹介に出向し、ベトナム戦争以来太平洋艦隊が行った、 最大の模擬戦である演習、バリアントシールドに参加した。最後の紹介は10月にピュージェット、サウンド海軍交渉で完了し、ホノルルは退役のための準備に入った。2007年11月2日に退役、除籍全部区画の一部は2005年に、宮間に衝突して大きく損傷した、サンフランシスコの修復に使用された。ありがとうございます。